やはりですね、有権者としてまあ見えるようになることが重要だっていうのは確かにそうで、フランスでもパクスが成立させるために同性愛者のや支援団体が50万人規模でデモをやりました。そういった動きがあって、さらに120時間国会で審議をして議論し尽くした上でパクスという法律を制定させることができました。そういうですね、民主主義のプロセスをやはり通していかなければ棚からぼた餅じゃいけないんだろうというふうに私も思っております。それでは、短くコメントです。顔が見えることは大変大事なんですが、一つだけですね、ちょっと特殊な条件をクリアしなきゃいけないということを申し上げておきますね。顔が見えることが政治的にいい結果につながるためには、多様性が自分の幸せにとって得になる、つまり自分の幸せに役立つんだと思える人間が多くなければいけないんですね。そうではなくて、逆に多様性は自分を脅かすって思う人間が多ければ、むしろ顔が見えることによってバックラッシュが起こりやすくなります。わかりましたね。すでに日本で起こっていることです。で、先ほど申し上げたことをもう一度言いますよ。多様性が自分を幸せにすると思えるためには、やはり何か帰属先が存在して感情的な安全が確保されていないといけない。感情的な安全が存在しない人間は、それを利用されて新たなる人為的なコミットメントに向けて動員されたり、新しい排除に向けて動員されたりする。たやすくそういうふうになります。顔が見えることが、自分のですね、幸せにつながらないなっていうふうに思うような帰属先を変えた感情的安全に不安を抱えた人間は、簡単にその顔に象徴されるものを排除することに向けて動員されます。これが非常に重要なポイントなんですね。さっき排除的、包摂的ってことを言いました。包摂的であることは大変大事なんですけど、包摂的で多様な社会が自分の幸せを、あるいは自分の実存を脅かすって思う人間が多いとですね、包摂がむしろ排除を招いてしまうっていうですね、逆説が起こるということをちょっと申し上げておきましょうか。